タイラー・アイザック・ニュートンは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ユーティカ出身の、プロバスケットボール選手である。ポジションは、パワーフォワードだが、センターや、スモールフォワードもこなす。カリフォルニア州バーバンクの高校時代には、水泳や水球などを行っていたが2年次に、バスケットボールを始めた。高校3年時には33得点、24、リバウンドを上げた試合もあった。 これはフロックではなく彼は別の試合でも24、リバウンドを上げ、ロサンゼルス地区の高校でそのシーズン4人の平均リバウンドをマークした。彼の所属した高校は17勝6敗で、リーグ優勝、チーム MVP に選ばれるとともに、オールフットヒルカンファレンスにも選ばれた。アンテロープバレー大学で1シーズンプレーした後、 シャスタ大学に転校し彼のチームは28勝6敗となり彼はカンファレンスのオールスターにも選ばれた。そしてパシフィック大学に彼はリクルートされて2002年から2003年シーズンより加入した。翌シーズン1試合平均7得点、4リバウンドの控え選手であったが8試合で2桁。 得点をマークし16分間の出場で22得点をマークした試合もあった。その翌シーズンには大学始まって、以来2回目となる NCWA トーナメント出場も果たした。大学卒業後、彼はオーストラリア、オーストリア、フランスリーグのジェダ・ディジョン、ABA のサンノゼスカイ・ロケッツ、アイビルのサンタバーバラ・ブレイカーズなどを経て2007年。 札幌市にできた新しいフランチャイズのレラカムイ、北海道に入団した。そして彼はそのシーズン、チームトップの17得点、12リバウンド、1.4、ブロックの数字を残した。彼はまた JBL の得点、シュート成功率、ブロックショット、リバウンドの各部門でトップの成績を残した。また、日本人以外ではわずか4人しか選ばれなかった。 オールスター出場選手にも選ばれた。2008年にも日本人以外では2番目の得票を集めた。彼はオールスターに出場した。彼は東軍の選手として18分間プレーし18得点、9リバウンドを上げ試合は東軍が120から98で勝利した。2007年レラカムイ北海道へ入団。2009年東芝ブレイブサンダースへ移籍。 2010年退団。2011年リンク栃木ブレックスへ入団、同年退団。彼は、専門は、パワーフォワードだが、センター、スモールフォワードに加えて、ポイントフォワードとしてプレーしたこともある。日本で彼は、ベストシューターの一人となっており、シュート成功率60%を、超える。フリースローはあまり得意としておらず、ハックはニュートの、戦術が、 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズに取られたこともあったが、その試合では、フリースローを15本中12本決め成功率80%であった。オフェンスでは、クイックネス、サイズ、パワーで、相手ディフェンスを振り切ることができ、機敏さや、状態の強さも合わせ持ち、ボールハンドリングは、両手とも行うことができる。ありがとうございます。